丸山選手から見て上福本選手のここがすごいとか、やっぱこの人ここが見てほしいんですよっていうのをご紹介いただいていいですか。いや、こんな攻撃的なゴールキーパーいないと思いますよ、もう僕からしたら。あんなボールゴール前に持てます？ずっと怖い、普通じゃないですよ、マジで。俺からしたらすごいです。いやいや、本当にやっぱあれはあれですか、相当こう自信を持ってないと。ちょっと自信を持ってないとじゃないですか。でもキーパーもこう起点となるためにはすごい重要なポジションなので、そういった意味でも、いや、もう頭おかしいです。いやいや、マジで。最大の多分褒め言葉ですよね。いや、まあまあ、そういうふうに受け取ったら、うん、っていうところも賛辞ですね。もうあるんですけど、うん、やっぱり1回このスーパーカップでいたら大迫選手にやられそうな場面があったのを本当止めてくれたんで、ナオトが。そういう守備の部分も僕からしたらすごい助かったんで、この場を借りてありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。僕だけからも知んないですけど、まあ、同い年ってこともあって、うん、互いにミスしたらなんか絶対取り返したろうっていう風な、うん、変なこう恋心というか、恋心っていうのは嘘ですけど、まあ、こうカバーし合う、こうなんか1個目をミスしても他で取り返そうっていう思いが他の選手よりが強いかなと思います。でもなんか、じゃあそうなると一緒にこうプレーすると高め合えるっていうか、うん、意識し合える分すごくいいものが、はい、僕はね、そうですね、はい、僕はね、片思いかもしれません。恋心、それか、はい、いかがですか。逆に丸山選手の凄さとか感じたところありますか。そのスペックっていうか相当高いんですよね。左足でフィードの部分はやっぱりその自信を持ってプレーしてると思うんですけど、キャンプの時からまあほぼほぼなんだろうな、得点に絡むぐらいのもうインパクトのあるキックで、しっかりとこう貢献している部分だったりとか、自分のところに来ているところでほぼほぼエラーはないし、逆にそのなんていうんだろう、本当ちゃんとした処理をするから、やっぱりチームにとっても安心感がやっぱそこで生まれたりとか、まあ、そういったもので、チームにこうすごくいい影響を与えてくれる選手。あと、まあなんだろう、声の部分、はい、うん、そこは本当にこう自分が伝えたいことをチームにちゃんと伝わるぐらいの温度感でやっぱ喋ったりとか、今こう必要なことっていうのをちゃんとこう自分の中で明確にチームにこう伝わるようにっていう思いがちゃんとそこに現れるから、うん、温度感ってあるんですか。温度感ってやっぱその声のみんな同じようにじゃあライン上げろって言っても、うん、そこの強度とかそういうので伝えようとしても伝わらないことって結構あったりすると思うんですけど、丸の声はちゃんとこうみんなところに響くというか、チームをこう押し上げてなきゃいけないんだなっていう、そういうこうなんか伝わるような雰囲気っていうのをちゃんと持ってるっていうか、いかがですか。いや、声大きくてよかったなそのまとめ間違いないけどこんな喋ちゃんとこれ、いや、あれですか、やっぱそのフィードの正確性ってもともと知ってましたけど、やっぱりこう、はい、目の前で見たらやっぱ全然、ああ、やっぱすごいなって感じるものなんですか。そうですね、やっぱりタイミングも間違いないし、その質、うん、質っていうものがもうほぼほぼ狂わないっていうか、うん、このパスによってそういったものがその後の光景っていうのがなんか なんとなく見えてくるぐらいのいいボールっていうか、実際だから全く見えてない。いやいや、だって実際これ実際キャンプの時期 その練習試合とかでもそれが起点で得点に実際こうつながったっていうシーンがやっぱあったんで、それはもう結果として出たっていう、はい、ちゃんと見てるんですよ、はい、言ってるだけじゃないです。何言ってるんですか。まあこれじゃ言わないから厳しいさあ、ということで質問してみようのコーナーです。どうもありがとうございます。お待たせしました。お待ちかねの時間です。丸山選手から。家庭での神の、あ、じゃあごめん、ナオトの役回りはあります。言い直す質問、例えば俺だったら、うん、風呂掃除するとか、はい、神はどこまでやってんのかなっていう、信仰だからこそ、毎回じゃないけどっていうのをちょっと前提に置くんですけど、風呂、うん、とかはよく一緒に入るっていうか、それに関しては普通にシンプルに可愛いからっていうのが可愛いよね、ありますけど、うん、おむつ替えの時も、おむつ替えの時はその、まあ、気づいた時に、うん、まあ、いける
いけるっていうのもあるけど、ちょっと話が脱線ってまではいかないですけど、なんか知んないんですけど、こう僕がこう抱っこしてるとするんですよ。おいやよだけ、僕の感覚は落ち着くっていうぐらいの感覚で持ってたんですけど、はいはい、台に関してはでもした時の顔可愛くない？はぁーみたいな感じでしょ。なんでって思うことの方が多いかな。なんで俺の時多くないっていう時が結構。ちょっと分かったんですけど、めっちゃ話多分続けますよ、え、もう一個聞きたいのあるんですけど、いいですか？どうぞ。いいですか？まあ、もちろん。リラックス方法を聞きたくて、家に帰った時のリラックス方法と、はい、あと全泊のホテルで何してるかが俺結構気になるわ。全泊の時も、まあ、フェイスタイムで子供が映ってる状況で電話とかしたりとか、ね、うん、やっぱ可愛いじゃないですか、うん、なんかこう、うん、家に帰っては寝た後時間あるんで、うん、子供が、うん、犬もいるんで、うんうん、その時間がまあ、言ったら犬はそう俺の時間だぞ、うんうんうん、なるほどね、が始まったりとか、はいはい、寂しいからね、かまってかまってね、そう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 、もうゆっくりしてる時にさあ来ましたというぐらいのもうそうそう甘え、もうこの時間はもう俺の時間みたいな時のもう甘え方みたいなやつもぐん抜いて、もうその若干ね、分かっ、まだまだそういう多分ちっちゃい、まあ1歳になったら元気だから、言ったことです、もうサクって答えてもうパッて、そうですね、まあ、はい、ね、ね、ないとちょっと消化不良なんで、そうね、ごめんなさい、じゃあちょっと消えるか貯金、貯金言えるか、いや、一番早いかなと思って、あ、じゃあ子供に、うん、子供2人、男の子がいると思うんですけど、何をやらせたい、もしくはやらせなかったとしても何をやってもらいたいなのとかがあるのか。パパがサッカー選手だったらサッカー選手になりたいのっていうのはよく聞かれますけど、まあ、そういった願望は全くなくて、とりあえず運動神経良くなってほしいっていうのはあって、運動神経良くて頭も普通で健康に育ってくれればいいです。ありがとうございます。その先のなんか職業的なこともなし職業も全然自由、自由、もうありのまま、ありのよ、ままのちょっと男の子できないみたいな感じだったけど、まあ、結局は最後ありのままだ。そうだね、でも大事なことですよ ね、はい、さあということで、じゃあ最後お互いもうね、その13年目ですよね。まあ、その13年目のシーズンをこうどんなものを示していきたいとか考えていることとかありますか。まあ、ここからもう毎年どんどんこう勝負の年になっていくと思うんですけど、まあ、フロンターレに来て13年目で初めてぐらいこうキャンプがすごい楽しかったというか、個人としてまだこの年でまだ伸ばせるんだというか成長できるんだというふうに思ったので、いい選手はたくさん育っているので、あのタイトルっていうのをぜひ今年は取れるものを全部取りたいなというふうには思ってます。まだまだ欲張りたいっていう思いが強いので、これから来るし全ての試合にやっぱり勝ち続けるっていうことはもう、まあ、どんな時も目指していきたいと思いますし、自分がその部分に大きく貢献できるような取り組みっていうものをちゃんとこうピッチの上で示すっていう部分は意識しながらやっていきたいと思うので、その力が大きかったって認めてもらえるぐらいの成果を発揮できるように努力していきたいなとは思います。はい、ありがとうございます。好き好きフロンターレ。丸山選手があんまり数人しか知らないっておっしゃってましたけど、はい、瀬川選手が、あ、瀬川ちゃんね、ごめん瀬川ちゃんして、ごめん明治の先輩なので、はいはいはい、いろいろ教えてあげたいって話を。何も触ってないです。大学の直属のやっぱ先輩なんで、多少緊張してるのもまだでもこれ聞いた時はまだあんまりそこまで懐に入ってね、あの商店街巡りの あの辺り、向本選手に聞こうと思ってたことを瀬川選手に聞こうっていうのは、うん、もし被ってたら逆にこう聞きに行けるかもしれないですけどね、なんか逆に気使っちゃうかなって思って直人に